キャンドルナイフなんで、結構よくて、結構面白いんだね、これね。コンパニオンのお姉ちゃんは面白かった。レッドブルガールとレッドブルガールとか撮ってた。やれって言ったからね、撮影で。はい、あ、そうなの。はい、タクシーで2000円詰めた。マジか。はい、来たよ、超緊張したよ、マジで。受付なんかさ、まさかの外人さんでさ、うまに、なんか聞かれた人ってさっぱりわかんないし、なんか書類も全部英語だった。おいおい、聞いてねえぞ、これ。あれに、やっぱ外国の人が使えなんだ。まあ、海外だからね。あと、あれも言ったよ、この抹茶会見。抹茶会見、ムルヤさんと優勝した人もあるけど、日本人の見てないのか。見てないですよ。はい、嫁は
またのお参りをお待ちしております。繰り返し申し上げます、竹灯籠は夜9時をもちまして終了いたしました。皆様またのお参りをお待ちしております。多分ただの